トスカネリ・パオロ・ダル・ポッツォ・トスカネリは、イタリア・フィレンツェの地理学者、数学者、天文学者、トスカネリとも表記される。フィレンツェで生まれ、パドバ大学で数学を学んだ。1474年に、地球球体説を主張し、クリストファー・コロンブスに影響を与えたとされることがあるが、実際には、その150年以上前に書かれた、ダンテの新曲地獄編に、 地球球体説を前提とした描写が見られる。トスカネッリの世界地図フィレンツェで医師の息子として生まれた。パドバ大学で数学を治め、1424年には医学博士となった。トスカネッリはいくつもの水星を観測し、それらの軌道を念入りに計算したことで知られる。彼が観察した水星には1456年のハレー水星も含まれる。その長名、 知性、広範な好奇心によりトスカネリワルネサンス初期のフィレンツェにおいて知識階級の中心的人物となった。彼の友人にはサンタマリアデルフヨーレ大聖堂を作った建築家フィリッポブルネレスキ、哲学者のマルシリオフィチーノラがいた。万能人レオン・バッティスタ・アルベルティとも面識があった。優れた知識人であり人文主義者の走りでもあったニコラウス・クザーヌスとは 親友であった。クザーヌスは1455年に数学に関する短い論文2本をトスカネ・リに捧げており、1458年の対談でクワドリッチラ・セルキアライでは対談者にトスカネ・リを選んでいる。トスカネ・リとクザーヌスはフィレンツェとローマの知識人のネットワークに加わっていたようである。彼らはギリシアの数学を研究していた。 1439年、バーゼル公会議のため、イタリアを訪問していた、ギリシア人哲学者、ゲオルギオス・ゲミストスプレトンから、古代ギリシアの地理学者、ストラボンのことを知る。その時までイタリアでは、ストラボンの広範な旅行、著作、地図については全く知られていなかった。1474年に、ポルトガルの友人、フェルナン・マルティンスへ送った手紙と地図では、西回りで、 公領諸島やアジアに行く計画が詳細に述べられていた。マルティンスは国王アフォンソ5世のもとにその手紙を持って行った。現物は失われたが、後に筆者版を入手したクリストファー・コロンブスは、後悔にこれを携えて行ったという。トスカネ・リーが地球の直径を小さく見積もる誤りを犯したことは、コロンブスがアメリカ大陸をアジアと誤解する原因となった。ダンテ 新曲新装版、平川祐博役、川出処防審者、ISBN4-309201865-P123-P125。ありがとうございます。